これから5つ質問が流れます。それからサムさんの日記を聞いて質問に答えてください。サムさんは午前中に何をしますか今日サムさんはどこを掃除しますか サムさんはどうして3時間勉強しますかサムさんはどのぐらいのペースで話す練習をしていますかサムさんは今日何を勉強しますか今日はあまりすることがありません。いつも通り午前中に仕事をして、 午後からオンラインで会議がいくつかあるだけです。だいぶオンラインでの仕事に慣れてきたので、今は完全に自分のペースで仕事ができています。いつも音楽やラジオを聴いたり、お茶や水を飲みながら仕事をしています。昔はあまり集中できない時もありましたが、今はもう大丈夫です。オンラインの仕事が苦手な人もいると聞きましたが、私はオンラインの仕事の方が好きです。 今日は午後の最後の会議が終わってから家のことを片付けていきたいと思います。しばらくしっかりとした掃除ができていなかったので時間をかけて台所やお風呂などをきれいにしようと思います。私は掃除が好きですが毎日しないので時間がある時にまとめてするようにしています。そして掃除をし始めると止まらなくなってしまって 時間が流れるのがとても早いです。それに家の中が綺麗になるのはとても気持ちがいいですね。それが終わってからもう少しだけ仕事をすると思います。その後で日本語を勉強します。今日はいつもより時間があるので3時間ぐらい勉強しようと思います。私は最近 1> 週一回のペースで話す練習をしています。いつもとても楽しいですし、私の話すスピードも上がってきています。でも、まだ時々言葉が出てこなかったり、うまく聞き取れなかったりするので、もっと復習しないといけないと思っています。なので今日は、今まで勉強してきた文法や語彙をすべて復習しようと思います。3時間で終わればいいですが、 終わらなかったら明日も続けないといけません。サムさんは午前中に何をしますか今日サムさんはどこを掃除しますかサムさんはどうして3時間勉強しますか サムさんはどのぐらいのペースで話す練習をしていますかサムさんは今日何を勉強しますかサムさんは午前中に何をしますか仕事をします。 今日サムさんはどこを掃除しますか台所やお風呂を掃除します。サムさんはどうして3時間勉強しますか今日はいつもより時間がありますから。 サムさんはどのぐらいのペースで話す練習をしていますか週1回のペースでしています。サムさんは今日何を勉強しますか今まで勉強してきた文法や語彙をすべて復習します。